次です今までは暗号アルゴリズムを公開しているという話をしてきましたねで次は鍵を公開するという話になります。困難があったら便利だと思い,ませんかっていうところになります、えーと。こういうロッカーがあると金庫があるというふうに考えてください。で A さんが、失礼、この B さんが、B さんって書いてないな、A さんにだけ渡したいというときのことを考えるわけです。コインロッカーがあって、この人が A さんにだけ呼んでほしいんだと。もしくは、別にこの B さんじゃなくてもだ誰か、誰かが A さんにだけ呼んでほしいっていう、そういうロッカーがあるというふうに考えてもらいたいんですよ。 でどうしたらどうしたらいいかっていう話ですね。はい、じゃああの説明しますね。えー、まず A さんの公開鍵というあの言い方をします。A さんの公開鍵、締めるときだけに使う鍵っていうのを、えー、考えます。で、この締めるときだけ使う鍵は公開鍵っていうぐらいなので、別にあの誰にあげてもいい。 でもうちょっと言うとこれは閉めるだけけで開けれませんだから別に公開してもいいわけですよだから閉めるだけな,いなんやから何か入れて閉めるだけ時にしか使えませんとだからだから他の人が誰か何か入れて閉めて他の人が開けるっていう他の公開鍵を持ってる人がは開けれません閉めれるだけですじゃあ今閉めましたと。 でじゃあ A さんは秘密鍵っていうのを持っていてこれは A さんしか持ってません。で A さんはこれを持っていてこれをロッカーを開けるとしますと。で A さんしか開けれませんというそういう考え方です。このこういう考え方なんですけどちょっとなんか狐につままれたような考えあのいうふうに思うかもしれないんですけどもしこういうのがあったらまあなんか嬉しいですよね。 金庫を閉める時だけ使う金庫を開ける時にだけ使うような鍵があったらちょっと原理的には何かちょっとえっと思うかもしれないですけどそういうのがあったら使えますよねっていう話です。えー、でかつじゃあこれあの閉めるのと開けるのとはまあ言うたらこうこうガチャンガチャンなんやからこの公開鍵と秘密鍵には何らかのねあの関係があるんじゃないかとか思う,思うわけですよね。 それ,はそ,うなそれはもちろんそうなんですけど、えー、計算量的にこの公開鍵から秘密鍵を求めるのが困難っていうのが保証されていればこれは使えますよね A さんにだけ何かを渡したいっていうことがあった時にね使えますよねそういうコインロッカーがあったら使えますよねっていう話でこれをどう実装するかっていうのはまた別の話なんですよでこういうアイディアがあって、えー、これをこう実装していこうという話。 でこれはなんでこういうことをやりたいかっていうと、えー、そうですね。いや別に困ん,んね。あの閉めるときと開けるときの鍵は一緒でいいやんと。この A さんとこの人が同じ鍵を共有してたらいいんやからっていうふうに思うかもしれないんですけど、じゃあどうやってその鍵を共有するんですかっていう話なんですよ。遠く離れているときにその鍵を共有する方法がないよね。じゃあ、えー、そのときにこの公開鍵を公開鍵はもう公開して。えー ごめんじゃあこの公開鍵をどうやって共有するんですかっていう話ですよねこれは例えば公開鍵っていうぐらいやからあのなんかこう誰でも作れるようになっているというふうに考えてもいいわけですよねただしこれは閉めれるだけで開けれませんというそういう鍵だということですね。 公開鍵なんで別にこれは共有って言ってもまあ今の時代なんで別にウェブで共有してもいいですし公開鍵っていうぐらいなんで図面を誰かに渡してこの鍵を作ってくれっていうふうに言えるじゃないですかそういう考え方ですは。いはいということですじゃあこれを数字に落とし込むとどうなるかなんですけどこれコインロッカーで A さんの公開番号は A さんの公開鍵六6789だと。 いう話ですこれをまあ電話とかかなんかででう言うわけですこれは別に大っぴらに言ってもいいわけですよだって閉めれるだけなんやからなのでこの公開の番号では閉めれるだけだと6789で閉67めますと閉めれましたとでも6789では開けれませんという話なんですね。 でこの開けれるのは秘密番号1234これは A さんの心の中だけですよ A さんの心の中でだけ持っているもので A さ,ん A さんにしか開けれませんもしくはこの秘密番号1234を知ってる人しか開けれませんとでこれで何が嬉しいかっていうと、えっと、これあのちょっと違和感あるかもしれませんねこれ別にこれ誰でも放り込めるやないかとまあもちろんそれはそうなんですけどここでやりたいことはこの A さんしか読まれへんようにしたいわけ 誰でも放り込めるのはいいわけですよ。でも A さんにしか、えー、開けれないようなやり方っていうのはないかということですね。そういう、えー、アイデアになります、はい。で、そうか。今説明しようとしたことがこのスライドの書いてる失礼しました。で、これ何が嬉しいかっていうと、えー、公開鍵でガッシャンと閉めるわけですけど、ここで何が保証されているかと絶対に A さんしか読めないという。 A さん以外に横取りされる心配はないっていうそういう考え方なんですね。まあ、ただし誰から来たかっていうのは分かりませんという話。ちょっとここはあのえー違和感あるかもしれないですけど、それはあのえそうなんですけどやりたいことは絶対に A さんだけしか開かれへ開けへんっていうそういう禁固っていうのがえーできればこれは嬉しいだろうっていうことが言いたいんですね。これが公開鍵暗号のアイディアになります。じゃあアイデアだけではダメだと。 アイデアを、えー、じゃあ実装しましょうという話ですね。はい、じゃあ RSA で RSA のアルゴリズムで実装します、はいえー。最も使われている公開鍵暗号のアルゴリズムは RSA ですで。これは、えー、素数同士の掛け算は容易ですが素因数分解は困難という性質に基づいた も,のでもうちょっとそうですねくっつけ加えるとえそうですねまあ大きな素数大きな素数の素因数分解は困難という性質に基づいてこのような片方の計算はできるけど逆はできひんというえ計,算計算計算とかあの関数のことを一方向性関数というふうに言っています。 一方,性一方向性関数は他にもあります、えー、離散対数問題というのがあります、はいえっと、N を法とする世界これは何か、えー、例えば、えっと、時計の針の話1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 12を法とする世界です12進数じゃあ7を法とする世界は ゼロ一二一から始めたら一二三四五六七一あのこうそういう七、えー、n をフォートする世界というのはそういうあのぐるぐる回るみたいな感じです時計台数って言われています、えー、それを法とする世界で g を平方して z を求めるのは簡単ですけど g を何乗すると z のやるなくを求めるのは非常に難しいですちょっとこれは、えー、ちょっとこれやってみましょう三を二乗して 7で割った余りは2ですねこれはできますね5を3乗して7で割った余りは何ですか5を3乗して7で割った余りは何ですかはい、5を3乗して7ではい6です5を4乗して7で割ると余りは2ですこれできますね、えー、でもこの逆 これ逆はちょっと難しいですよね g を何乗すると z になるか何乗すると2になるかっていうのを推定するのは難しいという性質ですね。これどうですかこれまあちょっともしあの興味がある人はこの逆をちょっとやってみてください。G、を a 乗して z を求めたのこ今これやりました。 えとこ,れ N を法これは7を法とする世界です。これは法とするということなので余りを求めるということなんですよ。3を2乗してこの余り2を求めるのは簡単やけどこの3を何乗してモッドを取ると2になるのかっていうのは非常に難しいという性質ですね。はい で、えー、じゃあち,ょち,ちなみにこれやってみましょう、えー、これ一応7を法とする世界なんですけど7を法とする世界ではせ、えー、失礼ここの GG が3または53または5の時にすべての場合を尽くすことができますね。 G が2の場合は24124これダメですね、はい、全部出てこないですね G が1の時は全部1はこダメですね4の時も421421でこダメですね3と5の時はほら1から6までが全部出てきてますよねこれちょっと後でまた計算してみてくださいこれは本当にモッドしただけですいいですか全ての常用を表現できるっていうのが非常に重要で でこのような性質を持つ G のことを性制限というふうに言っていますね。でその時に <laughs> N と G が大きい時にこれを求めるこの何乗したらこのようになるかっていうのを求めるの,を求め求めるのが困難だっていうそういう話になります。下見えてますすかか大丈夫ですか 直感的にはこの逆の逆演算はちょっとと難しいいだろうという話ですね。これはもちろんもっともっとでかくなったらもっともっと難しいですよねこのような問題のことを一方向性関数このような関数のことを一方向性関数と言いますでこれは今、えー、このモッドを取る計算にちょっと慣れてもらいたいから出しただけです、はいえー、理由は RSA のこの計算がモッドを取るっていう計算をするからなんですで RSA による暗号化と複合は、えー、ちょっとこれ 対象になっていてい暗号化は平文を A 乗してモッドを取る平文にするには暗号文を D 乗してモッドを取るというやり方です。でこのようないいですかこのような、えー、このようになるように E と D と N を取るっていうのが RSA の実装になるわけです。はい、で、まあ、本当にこういうふうになるような E と D と N があるかどうかっていうのが すごい問題なんですよね。はい、やってみましょう。イ、e、とディとエヌはどんな数でもいいわけではありません。で、やり方アルゴリズムはこうなっています。で、まずは二つの大きな整数を用いてエヌを求めます。その後、このピとキュの最小公倍数を求めてください。その後、e、イとエルの最大公約数 1> が1つまり E と L の最大公約数と互いに素になって、えー、L よりも小さいような L を選んでくださいと。はい、でその後秘密書き D を求めるちょっとこれあの、えー、実際やってみましょうという話になります。はい、じゃあ、えー、これねそうあのこれはなんかちょっときつにつままれてるような感じになるかもしれないですけど最終的に 最終的にですよこういうふうになってるわっていうのが確認できたらいい、はい、じゃあ p=17q=19 として RSA による鍵ペアを生成します鍵ペアっていうのは一体何かというと公開鍵と秘密鍵で n は今これ鍵 2, 2つの数を掛、えー、け算すればいいわけですよねじゃあやってみましょうこれ n はもう17と19を掛け算すればいいわけですよね 三百二十三です。掛け算したらいいだけです。次です。一引いて最大公約数を求めてください。つまり十六と十八の最大公約数を求めてください。百四十四になるはずです。次です。一とエルの間で 互いに素になるような乱数 E を選んでください、えー、つまり1と L 1から144までの間で互いに素な乱数 E を選んでくださいはいいくつかありますねはい、5か7か11かですね、はい、じゃあ一番小さい5を取りましょうかこれ大丈夫ですか、えー 1>, 1から144の間で144と互いに素になるような数を選んでください。144と互いに素、144と5は互いに素ですね。大丈夫ですか？大丈夫ですね。はい、えー、じゃあ次、1から l の間でここはもここまではあの中学校の数学でいけますから大丈夫ですよね。 でここだけが,がモッドの計算になります。一から l の間、一から百四十四の間で、えー、e と d の積のモッド l を取って、えー、常陽が一になるような d を選んでください。えー、つまりもう一回言うと、e と d をかけて百四十四で割った余りが一になるような d を考えてください。ということです。 ちょっとこれもうちょっと下見えてないですね。えー、っとえー、っとですね E は5なんですよね。だから 5×D が5る d 失礼5る d が144で割って余りが1になるようにすればいいわけですから 5×D が145か289か点点点点となればいいわけですよね。いいですか 144で割って余りが1になったらいいわけですから145かその次は289かその次は何やっていうことになるわけですよね。はいえー、ということなんでえっとということなので、えー、一番最初の 5×d が145っていうのを取るとこれは二、これはもうなんかただの方程式は29ですね。という話になります。 はいえー、ということなんで、えー、公開鍵は5323秘密鍵は29323になるわけですね。はい、じゃあ,あのこれいやこれはなんか天下り的にやったんですけど重要なのは、えー、平文を暗号化して本当に元に戻るか、えー、っていうのを確認しないといけないわけですね。 じゃあパイソンで計算しました平文を100にします,100にしますちょっと見えにくいかもしれないんですけどこれは暗号化は平文を、えー、公開鍵乗して N でモッドを取るわけですねこれそんな難しい計算してないですよあの皆さんの Mac にも多分パイソン入って入ってないですか入ってたら計算して100を5乗して323のモッドを取ったら104になりますと暗号文は104ですと 104をじゃあもう一回、えー、複合してみましょうとんこの下の方に書いてあるんですよね多分ねでで暗号文104ですで104をもう一秘密鍵で秘密鍵上して323でモッドを取ったらちょっとこう切れてて申し訳ないんですけど100になってますはいあのスライドの方を見てください、えー、なので、えー これで確かに RSA で秘密鍵と公開鍵ができたという話ですね。でもちろんあの、ちょっとここは誤解しないでほしいんですけど、こんなあの小さい素数ではダメですよ。こんな小さい素数ではこんな、えっと、323じゃダメですよ。はい、なので、えー、現実はもっともっとでかい、えー、でかい素数でやられてるわけですね。はい、でもさっきのの性質はこの でかい素数を素因数分解するのは困難であるという性質に基づいているわけです。これが素因数分解できたらこの公開鍵と秘密が分かれ分かってしまうという話ですよね。